SP は自由度高いのに実用的現実的なんだと、はい、もう今を生きるですね。だからそのための自由度ですよね、今を生きるための自由度。だからここでお金を稼がなきゃいけないんだったらお金稼ぐしみたいな、ここでなんか立場競争にならなければいけなければ競争になるしみたいな、はい、そこが目的ではないみたいな。適応能力は羨ましいですよね。でこのアーティザンのタイプに、これは誰だろう、ちょっと名前調べますね。腐肉も食べるんですよ、だからなんかね尾崎豊が歌うんですよ、はい、鉄を食え飢えた狼よ、はい、死んでも豚には食いつくなっていうのを聞いて、はいはいはい、かっこいい、よし俺は豚は食わんって思うわけじゃないですか、うんうんうん、でも豚も食うんですよ、腐肉も食うと。腐肉も食う、もうむしろ腐肉も食うですよどっちがロックかって話ですね、はいはい、アディッケスという、はい、多分ドイツの哲学者が、はい、アーティザンのタイプにイノベーターとつけたと、はい、したがって物事を変えることに熱心で、はい、新しいものや異なるものを探し求める人だと、はい、したがってパラケルスス、まあ、医者ですね、はい、の変わり者はアディッケスにとっては変化の代理人であり、うん、常に新奇さ、新しく奇妙なもの、新奇さを求める存在であり、うんうん、変化を避け伝統と習慣を守ることを促すガーディアンとは全く違う。ガーディアンっていうのは SJ タイプです、うん、はいはいはい、SJ の人たちは守りたい人、うん、とは逆であると、はい、また他の人はこのキャラクターを美的タイプと呼び、うん、プラトンのアーティザンに似てますが、美を構築するのではなく、うん、美を知覚することに焦点を当てていると、うん、アーティザンは芸術作品を作成するが、美的タイプは芸術作品を感覚的に経験する。ある意味でアリストテレスの快楽を重視するヘドニックスタイプの概念に反映していますと。ここで述べられているのは一種の芸術の三位一体であり、プラトンのタイプは芸術を生み出し楽しみ、敏感であること、うん、みたいなことが書いてあって、感覚探求パーソナリティと呼んだのも、うん、暗示していますと、はい、クレッチマーは性格の暗い側面に注意を向けた最初の人だったと、うん、したがってこのクレッチマーは、クレッチマーというのは4つの気質の人、はい、気質の人、はいはい、彼はアーティザンをヒポマニと呼び、彼らを無謀に衝動的な人と考えたと、はい、確かにクレッチマーはアーティザンを陽気で楽観的な人とは見ていたが、うん、さらに言いましたと。つまり一部のアーティザンが従事する非合理的な行動は、うん、彼らがコントロールできるものでなく、うん、むしろ気質の問題であるということだと、はい、不都合な状況に追い込まれたアーティザンが無謀に衝動的に振る舞うような場合、それは自分の意思を克服する抵抗できない衝動に駆られて行動するかのように行うと、うん、したがってクレッチマーの見解では、一部が狂気と呼ぶものは大部分が気質によって決まり、うん、病気によるものではないとしています、うんうん、生存戦略ってことですね、まあ、生存戦略なのかって話もありますけどね。無謀に見えることをどのタイプもなんかする、もう衝動的にしてしまう行動があるよねって、はい、もうそれは病気ではないと。病気ではなくてもう衝動なんだみたいな、気質なんだみたいな話ですよね。やらなしゃあないんですよね、やってしまうって話じゃないですか。あ、そう、やらなしゃあない、あ、これ僕の言い方だと、はい、もう出ちゃう、出ちゃうんですよ、はい、助けたいんですよ、はい、で目立ちたいんですよ、はい、がもう出ちゃうみたいな。そうなんですね。でそれはもう意思でコントロールできない気質みたいなもんですよ、気質ですよみたいな話ですよね。そうですね、はい、多分ね、はいはい、で SP だとそういう無謀な行動がそういう衝動的に出てくるみたいな、はいはい、他の人がちょっと危ないんじゃないのって思うこともやっちゃうみたいな話ですかね。あ、多血質なんですね。血の気の多い人、はい、あのちゃんは自分も隊長さんと真逆だから、はい、考え方がかっこいいなって思う。そう、僕もね、うん、かっこいいなとは思いますよ、はい、そうやって生きられるなら楽なんだろうなって。じゃあやればいいじゃんですよね、 SP 的にはね。やればいいじゃんですよね、はい、別に SP も NF はかっこいいとは思いますよ。なんか信念を持って突き進む感じがあるじゃないですか。僕もかっこいいなと思うけど、うん、多分それをやりながらも、うん、結局は NF みたいなことを考えてると、はい、やってない、やらないでしょうね。まあ一緒ですよ、はい、だから僕もいいな、かっこいいな、尾崎豊とかのそういうのもかっこいいな、鉄億円もうかっこいいなと思うけど、はい、そんな無理です、
ってすぐやらないわけじゃないですか。まあそれがどっちが腐肉を食ってまで生きるっていうのとどっちがかっこいいかですよね、はいはい、努力が報われない人を見すぎてて適性があるのが最低条件だと思っています。職業で何かそういうのをやってるのかな。僕もなんか最近、はい、大阪の雇用住宅に住む人が仕事がなかなか決まらないっていう動画とか、はいはい、ザ・ドキュメンタリーかを見てるんですけど、はいはい、自分を生かすって何でしょうねと思いながら。でその人はリフトの免許証を持ってると、はいはい、だからなんか仕事をなんかリフトの運転手に固定しちゃうんですね、はいはい、そうすると2時間かけて行くのかみたいな、はいはい、何やってんだじゃないですか、はい、またそれが何て言うんだろう、自分の能力とかを、はい、誤解して握ってるとなんかこの努力が報われないって何が言いたいか分かんないんですけど、うん、効率って何でしょうねと思って。まあいろいろありますよね、多分それぞれなんか何かを掴んで動けなくなることが。 SP の人は動けなくなることってあるんですか。なさそうですよね、動けなくなるっていうのは。 SP の人はまあなんかそれが間違ってることはある気がしますけどね。はい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 、あでもそっか、うん、カーシー的に言うと、はい、間違って握ってるなんてことはないんですもんね。だって動いてるんですもの、自分の信念に基づいて動いてるんですもんね、はい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 、あそうです。だから2時間かけてっていうのもその人にとってみたら正しい、もう正しいことやってるって話ですもんね、うんうん、他の人から見ると間違って見えるかもしれないけど、この苦しさ、うんはい、もっと近くでいい仕事あるんじゃないのって話ですよね。ただそうです、はいはい、ごめんなさい、はい、僕はため息ついてもこれは何の解決もしないんですけどでアーティザンっていうのはこの人は誰だろう、またちょっと人の名前調べます、ごめんなさい。エーリッヒ・フロムかな、あ、はいはい、多分分かんないですけどは、はい、まあ、フロムと書いてあるので、はい、アーティザンに対して多くの名前を持っていましたが、彼が彼らに帰した否定的な特徴であるのを、はい、搾取に重点を置いたと、うんうん、この用語はマイヤーズがアーティザンを機械主義者、オポチュニティの機械、チャンスの機会、はいはいはい、マイヤーズがアーティザンを、機械主義者とみなし、常に利点やリターンを探しているという概念に先駆けていると、うん、気質の肯定的な側面ではフロムはプラトンのアーティザンを活発、発起人、主張する、うん、誇り高い、衝動的、自信家、魅力的と見ていた、うん、マイヤーズはプラトンのアーティザンを感覚近くタイプまたは SP 図と名付け、彼らについて次のように述べていると、適応力があり芸術的、運動神経がいい、現実を理解し決してそれに立ち向かわない、はい、開かれた考え方、うん、何が起こっているかを知っている、実用的な妥協を探している、その瞬間の必要性を見ることができる、はい、役立つ事実を蓄積する、リラックスしている、寛容、偏見のない、説得力がある、効率的に行動する、興奮しない、興奮しない、機械や道具に長けている、はい、あなるほどね。というこれは非常に明確な行動と態度のパターンであり、 SJ とはかなり異なり、 NF、NT とははっきり異なりますと、はい、マイヤーズは前任者の貢献には気づいていないようですが、プラトンのアーティザンを顕著な特徴を明確に特定できましたと。なるほど、はい、さっき僕が、うん、このなんか変えにはいかんじゃないですかって言った時に、はいはい、変えないですよって、変える意味がわからない、意味がわからない、はい、そうですよね、自分ができることをやるってだけの話ですからね、はい、いかにその場で生きるかですもんね、はい、現実的にできそうなことをやる、はい、はい、というところでコンクリートユーティリタリアンっていう章があって、はい、これは、まあ、ここで言うところの、うん、具体的で功利主義っていうところで、はい、異なる視点でプラトンのアーティザン、何を読んでも全て共通している点があると、プラトンのアーティザンに全て共通している点があるが、うん、彼らは全てメッセージを具体的に伝え、目標を達成するために実用的な特性を持つタイプとして特徴付けられています。したがって SP の行動と態度の習慣を考える際、キャラクターのマトリックスで彼らの四半期を見てみましょうと。彼らのキャラクターの基盤は3つの特性とは明確に異なりますと。あ、ちなみにこれが4タイプの違いです、はい、ちなみに SP タイプは一番長けているのが戦術、はいはい、で次に来るのが平坦、はい、まあ、物流ロジスティックスですね、うんうんうん、で次に戦略、うん、ステラトジー、はい、
はい、で最後に来るのが外交でございますと、はい、なんでこれが NF とは共造になります、はいはい、でまた同じように NT と SJ が共造関係です、うんうん、はい、でこの SP のキャラクターの基盤は他の3つの性格とは違いますと。なのでカーシーはコンクリートユーティリタリアンと呼びたいと。なるほどね、というところ で、はい、でこのアーティザンたち職人たちのコミュニケーションは現在起こっていることや直近の出来事について話す傾向がある。そのため具体的と言えると。ほとんどの SP タイプは観察または取り扱えないことに時間をかけることは少ないと、うん、これは彼らが比喩よりも例え話をより頻繁に使用し、うん、比喩ではなく文字通りに物事を捉える可能性が高いことを意味しますと、はい、彼らの日常の話し方は通常詳細に満ち計画的でなく一般論よりも具体的である傾向があると、うん、また彼らは物事のカテゴリーやクラスよりも実際の個々の事物自体に話すことが多く、一般的に考え方や話し方が経験的であることがあると。実際抽象的な概念は彼らの注意をほとんど引かず、定義説明幻想原理仮説などで済ますことを好みます、うん、あ、そういうのはもう全部仮説だと。仮説なるほどみたいなことを僕言ってる気がしますよね、はい、そうですね、はい、彼らは通常そのようなトピックを時間の無駄と考え、うん、他の人々にとってそれは興味深いかもしれないが、うん、彼らは興味がないと、うん、まあ、本当僕の話によく付き合ってくれますね、はい、本当に、まあ、それをそうやって言ってる感じですもんね。あ、ツッコミとしてねツッコミとして、はい、